まあ、水筒を農業しながら、まあブロッコリーの複合経営に転換しまして、そこからやはり水筒だとですね、非常に少人数で多くの面積ができる反面、やはりこの園芸作物というとかなりの時間と労力、手間がかかってくるということで、この効率化を上げるためにですね、このスマート農業の実証に取り組みました。今回実証させていただいたものはですね、特に効果の大きいものはロボットトラクターでして、無人のトラクターなんですけれど、10アールあたり観光だと 0.4 時間ほどかかっているのを 0.1 時間と 75% ほど削減に成功しました。さらにですね、このオートトラクター、これはですね、これは友人なんですけれど、自動操舵付きで畝立てをする機械です。これを併用することによってですね、隣で無人化でトラクターを起こしながら、その横で畝立て作業ができるということで、非常に一人二役ということで効率がアップしました。基本的には僕はですね、やっぱり楽して農業したいっていうのが原則でして、いかにこの今まで手作業をしていた部分を機械化できないかとか、簡素化できないかっていうのを常に考えています。でそういった部分ではやはりこのスマート農業っていうのはマッチしまして、非常に便利な機械が多くてですね、自分のところにもですね、取り入れやすい機械だったっていうのもあります。全国でもいろんな方がですね、このスマート農機に取り組んでいます。成功している事例もたくさんありますので、結果を見てですね、どんどんこのスマート農機を取り入れればいいのかなと思っております。